東京オリンピックの競技スケジュールが国際オリンピック委員会の理事会で承認されました。競技は開会式2日前に復興オリンピックを象徴する福島県での女子ソフトボール予選からスタートして、大会16日目となる最終日に男子マラソンなどが行われます。東京の暑さへの対策として、マラソンのスタートは男女とも午前7時に、男子50キロ競歩は午前6時に前倒しされました。また男女のバランスの観点から、バスケットボールなどでは女子の決勝が男子より後に行われます。